子がお仕事し始めて、お洋服にお金をかけられる環境になった時ぐらいに作れたらいいなと思う。ブランドは今は結構バイトだけとかでね、大変だからね、高校生は。会いたいよ、会いよ、会いましょう。悪口を言われたらどうする。別に何も思わない、ツニア、ありがとう。マーニャに会うためにバイト頑張ってるんだよ、ありがとうね、本当に嬉しい。遠征してくれたり、まあイベントもお金もかかりますしね、嬉しいです、本当に。イデンインテリジェント髪染める手はない。仮面ライダーの映画見に行きました、ありがとうございます。僕舞台を二人する方法タイプ2しかないです。そうですね、アイテープとか、あれ整形とかですかね。音楽は何聴くかな、ジャズ聴きます。最近聴くし、 K-POP も聴くし、クリープハイプとかフォーロック聴きますね、よく。スピッツさんも好きだし、クリープハイプさん、あとはブラックピンクさんも好きだし、水野葵芽からこうしてますよ。でもね、お目目がね、からこうしすぎて傷んじゃったみたいです。前髪切ってもらってますよ。今岡田さんが YouTube でライブ配信しても、岡田さんいつもライブ配信してるから。岡田さんの集中力はきっとライダーと YouTube にあると思ってる。やっぱ待ち時間もずっと編集とかやってますもん。すごいですよね、自分で編集するのって。カタカタカタってパソコンでやって、あれはなんかもう自分の熱量がないとできないから、やっぱみんな忙しいから台本覚えたりとか、もうみんな寝たりとかしてるので、睡眠時間が少ない中、ううう肺が痛いみたいな、あれの中できるのはすごい。筋トレじゃない、手をこうやって置いとくの疲れるか、こうやってあそこに置いたら楽なんです。疲れた時は食べてます。最近ちょっとねプニプニしてきた気がする、気をつけないと。髪の毛はね、こうやって公園入ってますよ、水ちゃんの時は。かわいい、ありがとう。三角チョコペ食べたよ。あのままチョコペ食べたらよかった、ありがとう。ネイルちょっとハゲてるから近くで見せません。そう、顔はね、こうやって見たらそんな丸くないよね。でも洗ったら丸いんだよね。こうやって見たら、こう普通の顔したら卵なのよ。ほら、洗ったら丸くなって、洗ったら出てくる。ほっぺがよ。そんだけはいい。口角が私結構上がるんですね。だからこう。
こうせっかくのこの卵をこうんと丸く丸くしちゃうんですよ。普通の声は低め、そうですね、声変えてるんでね、犬ちゃんの時は。全部好き。ありがとう。今日すごい喋るね。え、だってインスタライブだもん。ライブ一人だからね、喋らないとダメですよ。苦ないつよかったよ、ありがとうございます。スクショタイムください。イズちゃんの声して、聞いてください。あれでドラマで、ドラマか映画で、ベリーキューティー、ありがとう。普段犬ちゃんの動作出ちゃったりしたことある？ない、別にないよ。アルトじゃないと。鼻そう、鼻丸い。鼻ね、丸いんですよ。前ね、ちっちゃいところすごい嫌だったけどね、今は別にいいかなって思いますね。やっぱね、バランスがあれだから。今日めっちゃ悪い。そんなことないよ、普通や。にゃんにゃん、マジで大好きです。ありがとうございます。前髪かわいい、ありがとう。バズさんはもうシャイニングホッパー気になっちゃいましたよ。もう終わろうかな。あ、10分もやってる。まあ、そろそろ終わります。バイバイ。人前に出るって買ったことは、なんだろう、向上心。ただ弁しゃべって、すき焼き。では、終わります。バイバイ。